二十四節気の十八番目にあたる霜降の9月23日日曜日朝6時34分の日本海は風はないですね。海には予想通り良質なうねりが入ってますが、インサイド気味にブレイクですね。もうちょっとアウトで割れてくれたら乗れるって感じですね。こちらも無風で筋のようなうねりが見えますが、こちらはショアブレイクですね。こっちも待てば入るのかな。真ん中に釣り人が1人、それから3艘見えるのは、あれは漁船なのかな。あ、漁船でした。釣り人のボートではありませんでした。気温は17度ぐらいです。風は今かすかなオフショアが吹いています。海にはセット感覚ありますが、待てばインサイドで割れる良質な波がこっちには、良質なうねりがこっちには入ってますね。今日終日どうですかね。おー、惜しい。